皆さんこんにちは。あやです。お久しぶりです。今日の江藤あやの独り言はカフェ営業をお届けしたいと思います。今日日曜日なんですけども、ちょっとカフェバーロコさんというところで、周りをしてカフェをお友達と今日オープンいたします。今準備中なので、ちょっと中をご覧ください。コロナ対策も、まあ、こんな感じで普段は、カフェバーロコさん営業してます。今ちょっと緊急事態宣言中でお休みしてるんですけども、で、ですね、見てください。これお友達のイオちゃんが作ったパウンドケーキ、こちらがオレンジだっけ、オレンジ、紅茶とローズリキュールのケーキで、こちらがオレンジピールとくるみのコーヒー風味のケーキ、これ私一番好きです、すごい美味しかった。で、これが紅茶とローズリキュールのケーキ、こちらも、あ、ごめんなさいレモンピール、私間違えた、あ、そうか、これレモンピールのケーキケーキね、はい、これもすごい爽やかで、夏らしい美味しいパウンドケーキです。